今回は、冴えた脳を維持するというお話です。起床時間と就寝時間を規則正しくする。脳を冴えた状態にして、一日の仕事を順調に進めるためには、起床の時間、食事の時間、休息の時間、睡眠の時間、これらの規則正しい時間割り作りが必要である。冴えた脳が使える時間を作り出すためには、起きる時間、寝る時間などを固定しなければならない。起床時間、就寝時間は生体時計に直接関係する時間である。これらが毎日きちんと揃っていなければ、体全体のバランスは簡単に崩れてしまう。徹夜してでも、仕事が終わるまでは無理して頑張るというのは、いつまでも冴えた脳を維持するための脳や体の体調管理としては、必ずしも正しい方法ではない。仕事を途中で止めてみるというのは、終わらない仕事に対する理性的な対応である。自分の感情を常にコントロールしている。これは冴えた脳を維持するためには、とても重要なことである。脳神経外科医が教える疲れない脳の作り方。築山隆著。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。